広重、名所江戸百景より、目黒新富士イコール現在の目黒区中目黒二丁目、別所坂上付近。浄水、溶水等は、通常、標高を温存するため尾根筋を選んで改作されるが、特にこの付近の見た溶水は、崖の上を縫って流れるような形だった。なお、溶水や崖の向きから言えばこの絵は南東を望んでおり、背後に、富士山を持ってきたのは、 広重の客色である。三田用水は、かつて、東京都世田谷区北沢から、目黒区三田方面を経て白金猿町に流れていた、用水路である。すでに廃止されている。東京都世田谷区北沢において、玉川上水から分水され、目黒区駒場と渋谷区大船長、上原、富ヶ谷、小島との境界付近、上泉町、恵比寿、目黒区目黒付近等を流れ、 三田方面に向かっていた。区間の多くが渋谷川水系と目黒川水系の間の両線に当たる大地上にあった。おおむねこの区間に沿う形で、現在は東京都道420号サメズ大山線、補助54号線、山手通り等が通る。暗渠化されていたこともあり以降はあまり多く残らないが、玉川上水からの分水地点。 現在の東京大学駒場キャンパス付近の一部等に見られる。もともと灌外用水であったが明治時代以降、付近の市街化に応じて水車動力用工業用水の役割が重くなっていった。起源は江戸の六畳水の一つである三田浄水であり、1664年に改作され、玉川浄水を下北沢村から分水して、代々木、渋谷、目黒、 大崎、白金付近まで海居で導き、福土井で、伊沙らご、三田まで給水した。中村八郎衛門、磯野助六の両名によって開かれたと言われている。1722年に三田浄水は廃止になったものの、分水を農業に用いていた、周辺農村の願い出により、1724年に三田浄水として再開され、瀬田がや、 アザブなどの14河村に給水した。周辺の村では、これをもとに開墾が進み、互いの調整を図った。明治時代に入ると、この水を利用した水車小屋が見られるようになり、さらに海軍火薬工場の動力として使用された時期もあった。1890年、水利利用組合が結成。豊富な水利に着目して、現在のエビスガーデンプレイスの地に、 エビスビールを製造する日本ビールの工場が開設されたのもこの時期である。開設当時は工場と地域農民との間で推理をめぐるトラブルもあった。20世紀に入り周辺の市街化が進むと考え用水としての利用は失われ、さらに電気の普及もあり動力としての利用も減少していった。宅地化の過程において付近の子供の遊び場ともなっていた胸の記載がある。 資料も残されている1929年以降、大日本ビールの負担があり、水路の暗渠化が進められ、並行する道路の拡幅用地にされた。戦後は、さらに利用の減少が進み、1952年の土地改良法の施行に伴い普通水利組合が法定解散。1974年、三田用水は廃止された。渋谷区、目黒区、 品川区から発行されている区市にはある程度以上のページ数が割かれている。一方、世田谷区においては区間が短く推理利用が少なかったこともあり、区市における取り上げ方は大きいとは言いがたい。インターネット検索をかけると研究等に取り組んだホームページが参見される。ありがとうございます。